今日は特別に安藤美希子選手に出ていただきました。すでにご存知の方も多いと思うんですけど、安藤選手は59キロ級の日本チャンピオンです。で、日本記録を今まで何度も塗り替えてきて、2016年にはリオオリンピックにも出場しております。2017年世界選手権ではクリーン&ジャークで銀メダル、2018年世界選手権では銅メダルを獲得しています。で、今オリンピックに向けて、日本人女子選手の中で最もオリンピックの選考のランキングポイントが高い女性の選手で、メダリスト候補としても期待されている選手です。ありがとうございます。はい、で、今日は WE LIFT WEIGHTS のインタビューに出ていただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ始めていきましょう。お願いします。はい、じゃあウェイトのキャリアについて聞きたいんですけれども、はい、ウェイトをそもそも始めたきっかけって何だったんですか？遡れば一番単純な理由っていうのは、高校に入学して勧誘されて入ったっていうのが、そこなんですけど、ただその勧誘された段階で、他の部活にも何個かこう勧誘は受けてたんですね。で、フェンシングと空手とウェイトリフティングだったんですよ。フェンシングと空手とウェイトリフティング。全部から勧誘受けてたんですか？そうなんです。その埼玉栄高校っていう、その高校自体が部活がすごい多いので、もう1年生で入学して学校の校門から下駄箱までの間に、その勧誘の人たちだけでこう道が作ってあるんですね。人だかりの中を歩いていかないといけない、その新入生は。で、私保健体育科っていう、その普通科と保健体育科っていうのがあって、保健体育科はその部活動必須なんですけど、で、基本はみんな入学前に大体決まってるんですよ、保健体育科って。でも私は決めないで入ったので、っていうのもあって、すごい勧誘を受けまして、結構みんなもう誰彼構わず結構声かけられるんですよ。もう本当にすごいんで、で、たまたま受けたのがその3つで、で、順番にこう体験に行ったんですけど、最初に空手に行って、で、ちょっと雰囲気が苦手だなって思ったので、一発でごめんなさいって言って、で、次にフェンシングに行ったんですね、日的に。で、フェンシング行ったらやっぱ楽しかったんですよ。初めてその剣を持って、ついたりするのも楽しかったんで、ちょっともう一回行きますって言ってから、次の日にウェイトに行ったんですけど、その時は、顧問の先生がまだ来てなくて、先輩たちだけで、ざっと説明を聞いて、でもそれだけでもすごい先輩たちの雰囲気もすごいいい先輩たちだなと思ったんで、女性の先輩だけで、で、その、先生がいないから、とりあえず今日はちょっと体験はできないっていうことで、また改めてじゃあ行きますって言った時に行って、2回目にどっち先だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、フェンシングもウェイトも2回行ったんですよ。で、よくあるその上手だから全国入れるよみたいな、そういうそれはよくあるよくしょっちゅう大体そうなんですけど、実際とりあえずみんなに言っておく感じなんですか？とりあえず入部してほしいから、君強いよっていうのが常套句なんです、大体そのウェイトリフティングの勧誘って。で、行って一番最初の練習で確かバックスクワットとデッドリフトを80キロまでやったんですね。乗せに乗せられて初めてです。そうですね、一番最初その一番深くしゃがんでですか？そうですすいません、高校1年生ですよね。1年生の、そう、4月の入部する前、その前に何かやってたとかあったんですか？元々は3歳から機械体操をずっとやってました。機械体操、はい、ジムナスティックスの。ああ、じゃあもう結構そのなんて言うんだろう、ベースはあったって感じなんですかね。後々それこそ八木選手とか、水落ち選手っていう、その強い選手たちが、実は体操やってましたっていうのを聞いて、自分もそういう要素はあったんだなって。ただ私は途中で中学校の段階で陸上になって、もうやめてたんで。でもそれでも結局スポーツは続けて、下地はあったので、そこまで苦ではなかったんですけど。でもその80キロやった日って、その前になんか
バーベルとか一切触ったことない。もう初めましてでした。それを見たその顧問の先生、まあ、監督の先生っていうのが加藤仁先生っていうんですけど、はい、その女子が初めてウェイトのオリンピックになったシドニーオリンピックの監督をされた先生 で、はい、でもちろんそのずっとオリンピック選手ウェイトを自分の高校から輩出している人なんですね。シドニーの時に宮柳選手っていう堺出身の選手で、アテネが三宅選手、まあ、北京も三宅選手なんですけど、その次はロンドンが水内選手で、リオが私ということで、もうずっとその加藤先生の教え子が毎回出てるっていう、そういう方にまあ出会いまして、まあ、すごい勧誘を受けまして。確かに初日で80キロスクワットする女子見つけたら必死で、そうですね、僕もそうだったら必死で捕まえます、ね、まあ、楽しかったのも楽しかったんで、もう最初から楽しいって思えたんですね。やっぱりそうちょっとこの重いのをやる、そのどんどん例えば45キロやって、じゃあ次50キロやりましょう、55キロやりましょうっていうのが、はい、まあ、自分的にもすごい楽しかったのは覚えてますし、はい、でまあ、向こうも必死なんでいろんなこう餌を出してくるわけですよ。でフェンシングと迷ってますっていう話をしたら、そのフェンシングは顔が見えないんだよっていう、そのこのお面をかぶってしまうから顔が見えないんだよっていうことと、そのお金、この何ですか、剣っていうか、はい、あれが折れたら要は買わなきゃいけなくてお金かかるよっていう話で、私の家自体がそんなに裕福ではなくて、やっぱ、はい、栄にも奨学金で行ってたんですね、まあ、変な借金っていうかで行ってたんで、はい、そこまでお金がないっていう話もした上でだったんで、そのウェイトは、まあ、靴も置いてあるし、ベルトも先輩の置いてあるし、バンテージも置いてあるし、だからもう何もお金がかかりませんっていう。そう、高校だと大体こう、そうです、先輩たちが全部置いてあるんですよ。だから基本的に部費のみですよっていう話もあり、靴もですか？靴置いてあるんですよ、大量に置いてあるんです。あ、そうなんですね。過去の先輩たちのを置いてったものがあるんで、そうなんですね。最初はだから自分の靴じゃないのでずっとやってたんですけど。ちなみにじゃあ高校ずっとウェイトやってたと思うんですけど、最初は種目はどれぐらい上げれたんですか？例えば最初の1年目って、ですね、一番最初始めて5月 の、その春季大会、その初めての試合は、はい、確か30とかで弱40とかだったと思うんですよね。確か30の40ぐらい、もう覚えてないですけど。それ初めて1ヶ月目ですよね。1ヶ月、まあ、2、3週間ぐらいだったと思います。ですよね。確か結局最後までそのフェンシングといえば悩んでたんで、入部したのが結構、はい、遅かったんですよね、はい、だから練習始めてもう割とすぐ試合ですよってなって、はい、で その年の全国女子が沖縄県だったんですよ、はい、で私沖縄にまず行ったこともなくて、で飛行機にも乗ったことがなくて、はい、でいや今このそのまま練習続けたらすぐ行けるからって、その全国大会行けるからって言われて、はいはい、まあ、すごい心が揺れ動いたのが一番大きかったんですけど、まあ、最終的にはやっぱり家に帰って母に相談をして、自分の中では結構フェンシング寄りだったんですね、気持ちの中では、はい、だからフェンシングにしようかなって思ってたんですけど、母が私 その高校であった話を聞いて、なんかウェイトリフティングの話してる時の方が楽しそうだよっていうことを言われたので、じゃあウェイトにするねって言って始めました。お、はい、じゃあそのじゃあ高校1年生終わる頃には、あ、ちなみにその全国は行けたんですか？行きました、行きました。そのどれぐらいの記録出せたんですか？全国で沖縄で確か、ですね、すなわち53だったと思うんですけど、はい、53の、75とかだったか、だから何ヶ月トレーニングして実質始めたのは、まあ5月のちょい前ぐらいだったんですよ、はい、で全国女子が7月の多分夏休み入ってすぐ7月の終わりぐらいだったと思うんで、はい、まあ、2ヶ月ちょいぐらいですかね。で、そう、間で1回
そのデッドを100キロをやった時にぎっくり腰になっちゃってちょっと休んだんで、はい、からの練習だったんで、はい、てか数ヶ月でデッド100いけたんすね。あ、そうです、そうです。なんか調子乗ったら引いたらなんかあってなっちゃって、はい、で初めてその先生にあのジスに連れてかれて、なんかすごい言われたんです。このジスは将来有望な選手しか行かせないんだよっていうのを言われて、すごいプレッシャーでした。高校1年生でジスを行くことなかなかないですね。でも緊張しました、すごい、はい、まあそこからでもやっぱ沖縄行きたかったんで、もう必死にやって、じゃあもう1年だけでもうすごい伸びてるんですね。そうですね、その夏の時点で50、最終的にそのブロック、関東ブロックが8月にあったんですけど、はい、そこで55キロは確かやって、で77までやって、で夏はそれで一旦終わったんですけど、はい、なんですかね、なんか急に冬、年明け前ぐらいからなんか急激にこう力がつい、まあ、先生のその指導もあって練習もいっぱいしたからだと思うんですけど、なんかそう急に自分でできるようになっちゃって、はい、でそうですね、なんか3年生の先輩とほぼほぼ同じぐらいになって、だって55の70ぐらいでもう新入生の中だとダントツトップですよね。あ、まあ、その時新入生って私と水内さんしかいなかったん で、 でその時点で水内さんは私よりやってるんで、ああの全然なんか自分の中で強いとか思えなかったんですけど、そのもう常にそのやっぱりその水内さんの方がやってたんで、下の階級なんですけど、っていうのがあったんで、すごい多分練習をしたんだと思うんですよね。そこがモチベーション。そう、そうです、そうです。で、そうですね、3年生の先輩と同じぐらいの重量になったんで、一緒に練習をすることができるようになって、で、はい、夏じゃない、冬明けて新人戦じゃない、はい、関東選抜があって、はい、全国選抜があったんですけど、はい、で最終的に1年生の終わり時点で75か77、すなわち弱が95だったかな、確かそれで終わったと思います。1年生終わりで、終わりで、そう、3月時点で。それ相当伸びてますね。ちなみに体重はどれぐらいだったんですか。その時で50、それこそ 7. いくつとか、まあ、ずっと最初から55キロとかだったんですけど。あ、今とそんな変わらないんですね。あんまり変わらないです。50、まあ、6キロ、7キロぐらいずっとこう。でなんか大体みんな高校生なんか40キロとかで徐々に、あ、そうですね、そう、あの増量していくみたいな、だんだん増えていくらしいんですけど、そもそもがその体操の時点で私も40何キロとかだったんですけど、やめて、まあ、太ったんですね。やめてから太って、でそのままずっと一緒だったんで、はい、だから多分そこで終わったんだと思います、その増量の日は。多分今よりは筋肉少ない、あ、多分だいぶ少ないとは思うんですけど、はい、